おはようございます。ミッキーファームです。今日は2022年3月10日です。今日は今からジャガイモの畝立てをしていきます。この畝は有機農業の学校に行って学んだ畝なんですけれども、神戸大学名誉教授の安田茂先生が開発された畝になります。一般的な畝とちょっと違うかもしれないんですが、例えば今からまあこの畝を作るにあたって中に牛糞堆肥であったりとか、あとぼかしですね、これも安田先生が考案された安田ぼかしというぼかしを中に入れていきます。でそれをミルフィーユ状に層にして閉じていくというちょっと特殊な畝になりますんで、皆さん一度参考にしてみられてはいかがでしょうか。それではまずは先日これ荒起こしをもうしてあるところなんですが、この荒起こしして、あらかた山なりに土を持っているところなんで、まずこれを真ん中を、畝割りというので真ん中を割っていきます。こんな感じで真ん中に溝を作ります。で両端に小さな山を作ります。そこで次はこの真ん中の溝に完熟の牛糞堆肥を入れていくんですけれども、これは何の役目をするかというと、肥料というよりも土壌改良ですね。水持ちが良くて水はけのいい、水は必要な分溜まるけれどもある程度流れていくという、暖流構造と言われる土にしていくための資材になります。でこれを今回この安田先生のやり方ですと、基本的な畝は長さが5メートルで幅が約1メートル。これを基準に量も全部決まっていますんで、畝の大きさが変わるとその分量も変わってくると思います。ですから基本的には同じサイズで5メーター、幅1メーター、この畝を基準に考えてください。これから牛糞堆肥とあと、ぼかし肥料、安田ぼかしも入れるんですけれども、すべて分量はこの柄杓ですね。この柄杓をベースに、これが直径15センチ、直径15センチのもので何倍という基準になりますんで、これがやっぱり小さい柄杓になるとちょっと分量がまた変わってきますんで覚えておいてください。それでは今から牛糞堆肥をこの柄杓で3倍入れていきたいと思います。次にこの畝のこの両サイドですね、両サイドのこの山に安田ぼかし肥料ですね、それを入れていくんですが、先ほどの柄杓、同じ柄杓で、一山に柄杓1杯、こっちも1杯、合計2杯ですね。2杯をこの山に振りかけます。こういう感じですり切り1杯、これ入れます。
はい、もう一杯反対側の山に振りかけます。はい、これで両側振りかけられましたんで、次はこれをこう層にしていきたいんですが、まず一番下にこの牛糞堆肥、次にこの右側の安田ぼかしを 薄く入れていきます。でその後こちら側の土をその上にかぶせていきます。でその次にこちらの山の、ぼかしを薄く入れていきます。でその後こちらの土をかぶせます。それで全部で5層の畝になりますんで、その状態を作りたいと思います。こんな感じでこう重ね重ねしていくんですけれども、まあ、先ほどぼかし薄く入れた後に土を入れるときに土入れてもう一回2回ずつこう動いていったと思うんですけれども、それは土をかぶせてその後はこの広がった土を、まあ、畝の幅を寄せるために土を寄せてる感じですね。かぶせて寄せてかぶせて寄せてという、まあ、それの繰り返しです。畝の形を整えていきたいと思います。はい、こんな感じである程度形を整えました。でこの畝を立てる際にあと注意点が一つありまして、この土の中に青草を入れないためにできる限りこの畝を立てる時に、避けていきます。で、それが混ざると中で発酵した時にそういうガスが発生したりしますんで、でそういうガスが、まあ、植えてる野菜の根っこを傷めたりとか病気になったりとかっていう原因になりますんで、できる限りそういう余計なものは取り除いてください。そうしましたら今からジャガイモを植えていきたいと思います。ジャガイモを植えるのは、今回これ一畳植えですね。真ん中に一つ植えていくんですけれども、じゃがいもの、間ですね、じゃがいもの間は30センチ間隔でまずは置いていきたいと思います。
じゃがいもは芽が伸びてきたら、土寄せを何回かしなくてはいけないんで、周りの土が漏れるぐらいのちょっと余裕がある方がいいと思います。はい、それでは今日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますんでフォローの方お願いします。それではいってらっしゃい。